和田まゆチャンネルです。話題の人物を紹介している和田まゆ .com 事前や管理書類を参考に有名人の経歴を紹介しているんですが、サイトでは紹介しなかったマルヒエピソードや面白いエピソード、知っている人は知っているけれど知らない人にはあった驚く豆知識をこちらのチャンネルでご紹介しています。で、今回のテーマは真瀬樹里、野際陽子と千葉真一の娘の実情です。今回は真瀬樹里さんの著書、母野際陽子81年のシナリオ、野際陽子さんの脱いでみようか、千葉真一さんの千葉真一改め和智永倫堂、川瀬恵子さんの振り向けば父の愛を参考にしています。真瀬樹里さんの経歴は和田まゆ .com で紹介しています。概要欄に URL を掲載しますので、よかったらご覧ください。現在女優としてご活躍の真瀬樹里さんは、女優の野際陽子さんの一人娘として生まれ、一人っ子として育ちました。お父さんは俳優の千葉真一さんです。野際陽子さんは2017年にお亡くなりになっています。野際陽子さんは立教大学卒業後、アナウンサーとして NHK に入局し、4年間勤めた後に退局、その後女優に転身しました。シリアスからコメディまで卓越した演技力で視聴者を魅了し、92年にマザコン男の母親を演じたずっとあなたが好きだったは冬彦さん現象を巻き起こし、最終回は視聴率 34.1% を記録する大ヒットドラマになりました。千葉真一さんは体操でオリンピックを目指していたものの、日体大時代に怪我で断念。アクション俳優となって数々の映画、ドラマに出演したほか、アクションスターやスタントマン養成のためジャパンアクションクラブを設立するなど、日本アクション界の第一人者として活躍されています。千葉さんと野際さんは1973年に結婚しました。この時野際さんは37歳、千葉さんより3歳上の姉さん女房でした。5年間続いた大ヒットアクションドラマ「キーハンター」で共演し、人気を集めたこのビッグカップルは、映画界に浮かぶ豪華客船でマスコミに向けて結婚式を披露したことでも話題になりました。そして1975年1月1日に樹里さんが誕生します。野際さんは38歳11ヶ月での出産で、これは当時の芸能界の初産最高齢記録だったそうです。名付け親は千葉真一さんで、ハリウッドで成功する夢を持っていた千葉さんは、アメリカに連れて行く時のためにアメリカ人にも呼びやすい樹里という名前にしたそうです。両親とも多忙だったため、樹里さんはお手伝いさんと過ごすことが多く、育ての親のような存在だったそうです。樹里さんは子供の頃から女優に憧れ、芸能活動を望んだのですが、幼稚園から高校まで通った双葉学園は芸能活動が禁止されていました。転校や留学を望んだものの、野際さんに反対されて断念し、日本大学芸術学部進学後に女優業をスタートします。22年近く連れ添った千葉さんと野際さんでしたが、94年に離婚します。夫婦喧嘩をしたこともなく、憎しみ合っていたわけではなかったそうですが、一番の原因は千葉さんがハリウッド進出のためアメリカ移住を望んだことで、野際さんは日本に残ることを望んだため、結婚生活を解消する決断に至ったそうです。離婚当時樹里さんは19歳だったんですが、実は親権を持ったのは千葉真一さんなんですね。樹里さんは野際陽子の娘というイメージなので、少し意外に思えるんですが、戸籍も樹里さんは千葉さんの戸籍に残っています。野際さんは新しい戸籍を作りました。野際姓に戻っています。樹里さんは94年両親の離婚と同じ年に映画シュートで女優デビューしたんですが、その時は本名の前田樹里での出演でした。その後、千葉真一の真の字を取った芸名真瀬樹里となっています。ネット上では真瀬樹里さんの本名が前田樹里となっているものと野際樹里となっているものがあるんですね。令和3年3月現在、所属プロダクションのプロフィールには本名の記載がないんですが、樹里さんの著書「母野際陽子81年のシナリオ」にはデビュー当時は本名の前田樹里だったという趣旨のことが綴られています。その後に申し立てなどをして変更になっている可能性もあるので断定はできませんが、両親が離婚した時点での本名は前田樹里のようです。野際さんと千葉さんは2人並んで離婚記者会見を開き、大きく報じられましたが、それまでも千葉さんはアメリカで過ごすことが多く、野際さんと樹里さんはその後も一緒に暮らしたため、生活に大きな変化はなかったようです。千葉真一さんは96年に28歳下の女性と再婚し、2人の息子を設けましたが、2015年に離婚しています。
現在いずれも俳優として活躍する2人の息子、新田真剣佑さんと前田ゴードンさんは、樹里さんとは異母兄弟にあたります。真剣佑という名前は、真の剣を持って人の右に出るという意味を込めて千葉さんが名付けたそうです。野際さんは再婚はされませんでした。樹里さんは2017年に放送されたドラマトットちゃんで野際陽子役を演じているんですが、これは原作者で野際さんの親友だった黒柳徹子さんの推薦によるものだそうです。ちなみにですけれども、野際さんは生前大晦日に放送されているダウンタウンの笑ってはいけないへの出演を望んでいたそうです。イメージできていたようで、まあ、コメディも見事に演じた野際さんですから、出演が実現していれば爆笑必至だったのではないでしょうか。というわけで今回は真瀬樹里、野際陽子と千葉真一の娘の実情をご紹介しました。今後もどんどん有名人のエピソードを紹介していますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。